いつもありがとうございます。そらです。今回は兵庫県の麻生八幡宮に行ったお話をするね。ここではね、こういう神様と出会ったんやけれども、この神様は仕事の神様。縁結びもね、得意やけど、まあ、ここの神社では主に仕事のお仕事をしてるんでね、仕事の、お神様、ね。んで、見てもらったら、わかると思うけど、結構ね、ぎゅっと、眼光鋭い、ね。まあ、一見、こわもてなんかな、みたいな、感じの神様やけどね。怖いんよ。この神様怖いんよ。神様も戦ったりするんね。悪魔と戦ったりするんね。んで、この神様は、戦うとき、悪魔と戦うときって、あちょー、ちょ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 って言いながら戦うんね。なんかこういう発声を出しながら、あちょー、ちょちょちょって、そうやって戦う神様ね。だから、僕はこの神様に、あちょちょくんとお名前をつけてあげました。まあ僕いつも神様にニックネームつけてるでしょ。だから、まあ、この神様は、あちょちょくんってお名前つけてあげたんでね。でね、この神様から、YouTube 見てくれてる皆さんに、メッセージも預かってるんやけども、今回ね、ありがとうの話、ね、ありがとうについて、皆さん、ありがとうって、すごい、強力な言霊やから、意識して、ね、幸せになれるし、意識してありがとうって言葉ね、使ってると思うけれども、で、ありがとうっていうことで、自分も、周りにいる人たちも、ね、幸せな感じになっていると。ね。んで、中にはね、ありがとう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 。ね。連発して言いなさい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。もう隙間時間を見つけて、ありがとう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 。ね。言いなさいって。っていうことも言われてるし、僕も、いろいろ話聞くけれども、なんかこの、日本語のありがとうは、やっぱりすごい、ね。すごい、強力な言霊やから、やっぱ宇宙の人たちは、このありがとうという、言葉を言いたいから、この地球、日本に転生してくる。ね。そういう人たちもたくさんいてると。ね。ありがとうが言いたいから、地球に転生してくるって。ね。こうやってね、いろいろ言われてるけれども、いや、実はありがとうって、危険な言葉だね。すっごい危険な言葉。ね。使い方を間違えると、すっごい危険で、自分が不幸になってしまう。周りも不幸にしてしまう。そんな、言葉なんね。で、今回は、そのありがとうの正しい使い方。ね。いや、実はみんな、めっちゃ間違えた使い方してるんだよっていうのを説明、して、そして正しい使い方。ね。それを説明するんで、本当ね、ありがとうって意識して使ってるのに、なんか全然何もこれまでの人生パッとしない、変わらない。ね。いや、逆になんか、すごい不幸を感じてるって。なんか逆にそういう風に思ってる方も、いてると思うんやんか。ね。その、謎解きにも、今回のね、動画になると思うんで、今回のお話ね、なると思うんで。で、また別で動画撮ってるんで、ね、すごい素敵なお話を、あちょちょくんが聞かせてくれたんで、ぜひ動画ご覧ください。人からありがとうって言ってもらえる人間になりなさい。多くの方が、こうやって教育受けたって思うやんか。そして、多くの方がそれを実践してきたって思う。ね。一人一人が人からありがとうって言ってもらえるような、そんな生き方。ね。人のことを考えた生き方やんね。そういう生き方を一人一人ができないと、世の中平和にはならないよねっていうことやんね。みんなはどうかな？人からありがとうって言ってもらえるような、そんな人間、そんな目指してる？ね。これ実はね、人からありがとうって言ってもらえる人間になりなさい。これは神様の教えではないね。神様はこんなこと言わないの。ね。これは悪魔の教えっていうこと。これね、長年ね、もうこれずっと昔から言われてるでしょ？ありがとうって言われる人間になれって。ね。もう長年言われてきたよね。これね、もう長い年月かけて、悪魔が、人間の脳をね、乗っ取って、ね、洗脳して、それを発信させたんやね。ありがとうって言ってもらえるそんな生き方がいいんだよ。みんなそういうふうにやっていくんだよって。ね、平和になるよって。ね、そしてみんながそれを真似してきた影響を受けて、ね、もうまんまと悪魔にやられとったっていうこと、僕たちは。ね、だから
必死になってありがとうって言ってもらえる人間を目指したの。ね。人にありがとうって言ってもらえる人間っていうのは、これね、相手をね、調子に乗らせるだけなんよ。だって、相手って勘違いするよ。最初にその人の要求を聞くでしょ？どっか、遊びに行こうよって。まあ、ちょっとしんどいけれども、まあ、この子のためになるんかなって、まあ、元気ないし、まあ、一緒に遊びに行ってあげたらちょっと気晴らしになるんかなってね、要求に応えるでしょ？ね。ほんなら相手はまた頼ってくるの。あの子優しいし、言ったらいつもついてきてくれる。買い物ついてきてくれる。ね。悩み事あったら、聞いてくれる。相談乗ってくれる。ね。短い時間でも30分でも聞いてくれる。長い時はもう2時間、3時間ご飯食べながら悩み事聞いてくれてるって。ただあの子優しいし、ね。優しいって思われてしまうね。勘違いさせるの。人にありがとうって言ってもらえるようなそんな生き方をしとったら、あえてね、勘違いさせてしまうの。どんどん要求がね、増えていって、エスカレートしていくんね。ほんで、ほんとね、A さん、B さん、C さん、D さんもいっぱいいっぱいね、そういう人を増やしていってしまうの。これね、友達とか、同僚、上司とか、まあ、ご近所さんも、そうやんね。自分がある人間関係、まあ、これ断ったら人としてどうなんかな、間違えてるんかな、最低な人間なんかなって、やっぱそうやって思うんね。やっぱそういう教育を受けてるから、人にありがとうって言ってもらえるような生き方をしなさいって、そういう人間になりなさいって教育を受けてるから、なんかね、ちょっとでも断ったら自分はひどい人間、最低な人間ってね、それちょっとまずいなって思ってしまうね。だからね、まあ、ちょっとしんどくってもね、自分が疲れとってもお腹痛くっても頭痛くっても、まあこれが人の生きる道かなみたいな感じでね、やっぱ受けてしまうね。で、受けてしまうし、相手の要求も増えてくるから、もうガンガン向こう攻めてくるからね、ちょっと悩み事があってって、あんたに聞いてもらいたいね、みたいなね。ほんで、やっぱり、わかった、みたいな、ね、感じで答えてしまうよね。これね、ほんと、どんどんね、相手を調子に乗らせてしまうだけ、どんどん要求が増えていっていくんね。しんどいよね。なんかこの話聞いて、ゾッとしない？自分はいいことやってるって思って、人からありがとうって言ってもらえるの、そんな生き方を目指して、来てたけど、まあ、こういう話を聞いたら、ゾッとしない。神様は、こんなこと言ってないから、神様の教えの中には、そんな、人からありがとうって言ってもらえるの生き方なんか、そんな言ってない。これはね、長年、悪魔が、長年、もうじわ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 、ね、長年時間をかけて広めてきたことなの。まんまと僕たちははめられてしまってるの。ね。人からありがとうがもらえる代表的なことって、仕事やんね。僕たちがやってる、毎日働いてる仕事やんね。仕事っていうのは、人から感謝されるものやんね。人から感謝してもらえないと、ありがとうを言ってもらえないと、やっぱビジネスは成立しないやんね。飲食もそうやし、ね。なんかいろんな車とか、いろんなパソコンとかサービスいっぱい世の中あるけれども、この世に存在するすべての仕事って人から感謝されることじゃないとビジネスは成立しない。お金もらうことはできない。ね。仕事が一番代表的やんね。人からありがとうを言ってもらえるって。ね。仕事ってやっぱりね、やっぱりお客さんにありがとうを言ってもらわないと、ね。あの店員なんやって生意気や、クレーム入れるぞってなるから、やっぱりね、働いてる人って、よかった、満足しましたって、ね、ありがとうって、お名前なんて言うんですかって、何々さんですか、ありがとう、今日はいいサービス受けてもらってって、美味しかった、ね、ラーメン美味しかったって、ね、わからない難しいこのシステムのことを教えてくれて、本当助かったってね、やっぱね、ありがとうって、言ってもらわないと、やっぱ会社もクビになるし、ね、だからね、ありがとうをもらうために頑張ってるんやって思う、ね、でも、まあ、そうやってね、ありがとうをもらうために、頑張ってると、やっぱりね、さっきも言ったように、要求が増えていくの。ね。だって、担当してくれる何々さん、優しいし、ね。またこれあの人に聞こうって、ね。あそこの会社サービスええから、まあ、これちょっと、わからへんことあったら、まあ、聞いたらいいわ、みたいな。これね、要求が増えていくんね。
要求が増えていくと、どん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 自分の仕事も、いろんなことが追われる、その人にばっかり手を取られて追われるようになっていくし、ね、自分自身もほら、ストレスも溜まっていくし、ね、まあ、仕事はね、もう僕たちは仕事で、まあ、生活してるからね、お金稼いで、ね、もう仕方ないけれども、ね、もうわがまま三昧は無理やけれども、まあ、なるべくね、要求に応えるようなことは、減らしていかないと、本当ね、本当しんどい人生になるよ。どんどんね、求めることが増えるっていうことは、相手を悪魔化させてるっていうことやから、相手のためにもならないし、自分のためにもならない。ね。どん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 世の中が荒んでいく。ね。だからね、わがまま三昧は無理だと思うけども、できる限り、ね、相手の要求に応えるっていうのは減らしていかないとね。僕たちがやってる、毎日ほら、出勤して、ね。ほんで、夕方になったらね、退社してって、ね、なんかアクセク僕たち働いてるやんね、働く会社に行って働くって。これね、もう、これそもそもの話なんやけども、神様はね、こういうシステムは作ってないの。ね。もともとは僕たちほら、自給自足やったやんね、物々交換やっとったやんね。神様は、あれしか作ってないの。ね、物々交換をやるって、あれしかね、地球には作ってないの、システムは。でも、このね、まあ、物々交換やったんやけれども、まあ、お金というものを作って、んで、売買をさせるようになった。ね。これね、悪魔が作ったシステムだね。悪魔がやってきたこと。ね。悪魔って、やっぱりね、私利私欲とかアンナを作りたいから、ね。なんか、うおー、頑張って稼ぐぞって、人よりも多く稼ぐぞっていうのを作りたいから、だから、売買をさせたね。で、そうやってどんどん、地球人を洗脳していって、まあ、やがて、まあ、そうやって、個人個人で、ね、そうやって売買するんじゃなくって、まあ、売っところが、こう、会社、組織を作ったから、みんなうちで働きって。まあ、ほら、ちょっと体調、悪い時でも、ほら、もう社員、みんなほら、仲間いっぱいおるんやから、助け合うことできるでしょうってね。ちゃんとお給料、保証するよって、ね。このシステムを作ったって悪魔なね。もう神様は、もうそもそも、こんなことはね、作ってないの。ね。だから、この会社で働くっていうこと、そして会社で、客からありがとうをもらうっていうことは、これはね、もう完全に悪魔が作ったシステムやから、ね。でも、まあ言ってもね、本当、まあ家賃も払わない、あかんし、家賃も払わないといけないし、まあローン、ね、組んでる方もね、いるし、まあ食費だってあるし、ね、もう世の中がこういうシステムが基本となってしまったから、だからまあ働くっていうことはしないといけないし、働く上では、感謝されないといけないから、ね、まあ、わがまま三昧はダメやけども、ほんとね、可能な限りね、要求には応えないっていう、そういうのをね、自分の中で作っていかないとね、ほんとね、人生がね、どんどんしんどくなっていくし、どん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 ね、自分自身もね、悪魔化していくからね。まあ、ほんとね、ほんと自分よ。ほんと自分のための人生を生きていかないと、相手に合わせる。ね、相手にありがとうをもらうために相手に合わせる人生にしとったら、ほんとね、自分の時間なくなっていく。時間がなくなるっていうことは自分がやりたいこともできなくなってしまう。ね、ほんで、まあ、今日は体調が本当は悪いのにって、ね、でも、まあ、無理して付き合ってってね、ストレスも溜まるし、ね、もうろくでもない人生になっていくからね、自分よ、ほんとね、一番に自分のことを考えて、自分中心で生きていかないと。ね、まあ、神様が言ってるありがとうっていうのは、まあ、自分がね、まあ、好きなように生きてるでしょ？やりたいことやってて、ね、寝たい時に寝てとかね、働きたい時に働いてて、遊びたい時に遊んでとかってね、まあ、好きなように生きるでしょ？やりたかったことやってとか、ね。ほんで、たまたま相手に、なんかいい影響を与えて、まあ、その人が、ありがとうって、ね、なんかあんたのおかげでみたいな、あんたありがとうな、みたいな。ね。自分は全然そんな、意図してなくっても、相手がたまたまね、相手の役に立ってしまってて、相手からたまたまなんかありがとうって言ってもらえた。あ、何言って、なんか僕なんかやったって。あ、そうやって感謝してくれんのってありがとうって言ってくれて、あ、ありがとうね、みたいな。これなんね。ね。ありがとうってこうやって、なんかたまたまなんね、ありがとうって。ね、これが神様が教えてくれたこと。でも悪魔が教えてることっていうのは、もう自らありがとうって言ってもらうための行動をしていけって。ね。こうやって言ってるやんね。この違いなんね。だから、自分の好きなことをする。ね、自分のための人生を生きる。もう第一優先は自分。
ね、こういう生き方を、していかないと、どん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 本当ね、悪魔に乗っ取られてね、本当ね、いつか自分が死んだ時にね、まあみんな、そやね、悪魔界に連れて行かれるか、まあ地獄で修行をやり直し、ね、まあどっちかになると思うよ。ね、すごく嫌よね、こういう話を聞くとね。まあ、そやね、まあ僕もね、まあこういうね、まあ YouTube もやってるし、で、まあ個人鑑定ね、まあ個人で悩み相談なんかも、本業でね、やってるんやけれども、まあ、僕もね、こういう仕事やっとったら、やっぱみんなね、鑑定以外でも連絡してくるね。で、まあそれは嬉しいんやけれどもね、今日どこそこ行くよとか、今日神社行ってくるねとかって、ああ、行ってらっしゃいってね。そんなんはね、僕嬉しいんやけれども、ただね、まあ鑑定で聞くような内容を質問してくる人が、いてるんやんか。ね。ほんで、それはね、どうして質問をしてくるかっていうと、ソラさん優しいからって思ってるね。優しいから答えてくれるって思ってるの。だから質問をしてくるね。んで、僕もね、最初は答えとった。ね。まあ、丁寧に答えとった。しっかりとした文章でね。んで、答えとったんやけども、それでもね、やっぱね、要求が増えてくるの。やっぱ答えてしまうと。ね。どん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 ね、内容が濃いくなっていくのね。濃い濃い、ほんと本気で鑑定で聞くような内容になっていくのね。ね。やっぱりね、相手って要求が増えていくの。ね。やっぱね、そうやって答えてしまうと、相手を調子に乗らせてしまう。相手をどんどん悪魔化させてしまう結果になるし、自分自身も、もう時間もなくなっていくし、まあ僕は日にもう250、300って、メール、まあ LINE とかね、対応してるんやけども、もうそのほとんどがもう質問。ね。もうそれをやってしまうと、もう動画、この YouTube の動画も撮れなくなってしまうし、もう結局返信返しとったら、でも、まあ、もうこんな時間になってしまった、みたいな。ね。だから動画も撮れなくなってしまうし、ね。ストレスも溜まっていくしね。だから、ね、あんまりね、そうやって、要求に応えると、自分自身が本当自分自身でなくなってしまう、しんどくなっていくし、ね。だからね、僕は、まあね、ちょっと今日神社行ってくるわとか、どこそこ今日行ってきたって、こんな写真撮れたとか、そんなは普通に、これまでは変わらず返事は返してるけれども、その鑑定で聞くような、そんなんは、もう今はね、返してない。もうスルーしてる。お返事は返さない。ね。ほんで、今日、こんなね、写真撮れてんとか、こんな動画撮れてんとか、そんなんはね、返信してる。ね。だから、僕もね、こういう風にやってるんで、本当ね、要求がどん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 増えていってね、本当しんどくなっていくんでね、もう自分の時間もなくなってしまうし、自分がやりたいこともできなくなってしまう。ね、自分の人生が自分の人生でなくなってしまう。相手に合わせる。相手の人生になってしまうから、ね。まあ僕もそういうふうにやってるんで、ね、まあ全てわがまま放題っていうのはまあなかなか難しいと思うけども、もう限りなく、ね。本当自分中心の人生生きていけるように、皆さんもね、これから、なんかこう、今回の話を聞いて、なんか思い当たるところがあるんやったら、まあ少しずつね、いきなりは無理やと思うんで、少しずつ、ね。少しずつ、人生シフトチェンジしていってもらえたらなって、そうやって思うね。